ボートレースビアコの今回の6日間の G1 の5日目、ベスト18の準優3個レース第2弾を迎えていまして、第11レースの準優勝戦、さあここはゆっくりと枠なりで1、2、3で4、5、6と出揃ってまいりまして、現在も穏やかな競争水面上、ゆっくりと枠なりで並びそうです。さあまず1号手の馬場よしや、地元のエースが本命を背負って負けられない陰線です。1分前、2号艇森田俊介、琵琶湖大賞7回目の優出なるかです。3号艇で中谷隼人、美奈ちゃんモーター、準優突破なるか、1、2、3。4号艇の石野孝之、ゴールデンレーサー、ここ一番本領発揮の活躍なるか。5号艇で山田浩二、美奈ちゃんモーターで琵琶湖3連続優出なるかで、6号艇でコレサー高弘、琵琶湖大賞2度目の優出なるかとなっています。さあスロー勢がインコースから1、2、3と固まってまいります。ダッシュ勢が4、5、6と並んでまいりまして、そのままここは枠なりの3対3のスタイル、風速2メートルほどの追い風が吹く中、さあここは馬場よしや、森田俊介の地元コンビの1、2のワンツー決着なるか。 G1 必見の準優勝戦の第2弾で第11レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり、まもなくスタート。1秒、今スタートしていきました。コーススタートは内側からインコース、2コース、1号艇と2号艇と地元コンビの人気の両者、高枠コンビ、逃げる1号艇の馬場、握った3号艇、刺して2号艇、3号艇がまくり出し、あとは4番、5番、6番とあって、さあバックステッチ、1号艇の懐届いた、2号艇の森田が上がってきた、1号艇と2号艇の地元コンビ並んでインコース、2コースの突破争い、あとは3号艇で後方は465、外枠勢固まっています。なおスタートは正常でした。ダンタンマーク前を抑えて1号艇の馬場よしはトップ旋回、突っ込んでくる4号艇、真ん中を2号艇と3号艇ですが、先頭1号艇、2番手2号艇、後方4号艇、バランスを崩して1番、2番で、あとは3号艇、後方6番、5番並んで4号艇が現在は遅れています。エンスト状態です。レースは2周目、上位の3艇が1、2、3と、ここは人気どころが上位を形成。2周目で出したマークは先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手で3号艇の中田に回って、バックスレッチは1、2、3となっています。さあ現在も後方では4号艇がエンスト状態です。上位が1、2、3、人気どころ。なお第11レースは4号艇の石野孝之が失格となっています。ダインタンマーク、エンスト艇の外を回ります。先頭が1号艇の馬場よしや、陰線から気合の陰線踏ん張りました。2番手は惜しくも軽快に2号艇の森田俊介、3番手3号艇で、あとは5号艇、6号艇で5艇が最終周回へと入ります。なお4号艇の石野孝之が失格となっています。さあ琵琶湖大賞の準優3個レースの第2弾、ここも人気の両者、インコース2コースの決着、最後のバックスレッチへと入ってまいりましたが、1号艇の馬場よしや、第68回大会の覇者が地元周年は4度目の優出、2号艇の森田俊介、地元これで5連続優出、琵琶湖大賞7回目の優出。2つ目の準優勝戦、11レースを勝ちました地元馬場よしや選手です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。かなり声援も届いてたんじゃないですか。いや、集中してたんであんまり、はいはい、聞こえてないです、はい、ちょっとレースに関しては一瞬ドキッとしたところも。そうですね、はい、危なかったです。そのあたり詳しく伺っていきます、はい、進入が枠なりの戦いとなりまして、1コースからのスタート0台前半結構踏み込んでいらっしゃったようです。しっかり行かないと、はい、隣も森田さんですし、その外に伸びてくる石野さんもあったので、はいはい、気持ちを込めていきました、はい、そこから1マークです。はい、これは映像をご覧になってどうですか。ちょっとターンミスですね。初動を切るときに森田さんの位置を見た瞬間に、はい、ちょっとそこで動揺してしまったというか、はい、それでターンマークを外しちゃいました。あ、その分、はいはい、少し懐を迫られてっていうところになりまして、この2マークも、ね、やっぱり森田選手はそうですね、内部ところを狙ってきてましたよね、はいはい、危なかったですね、はい、ただ振り切りました。はい、森田選手もかなり評判が高いモーターということなんですが、はいはい、そのあたりを踏まえてどういう評価でしょう。はい、今日はしっかりとプロペラ調整をして5日間の中で一番状態としては良かったので、はい、まあ、その分なんとか逃げれたのかなと思います。琵琶湖はこのモーターになって3節目となりますが、はいはい、その中でのこう比較だったり最近の求めている出足という部分では、はい、今節いかがですか。まあ、この3節の中では今節が一番いいですし、また今日が一番良かったので、はい、ま、状態としては、自分の納得の域にはなっていると思います、はいはい、でも道中でも本当に見せ場たっぷりですよね。もっとしっかりと決定力をつけたいなと思いました、はい、優勝戦に向けては何か作業を考えますか。ま、そうですね、基本プロペラでいきたいとは思ってます、はいはい、もちろん優勝を狙って
そうですね、まあ、あの地元のこのタイトルにはやはりあの特別な思いはあるので、はい、まあ、そこは優勝だけ目指していきたいと思います、はいはい、地元全体で今節で見せてくださっていますが、はい、その中での頂点へ、まあ、そうですね、あの地元の誰かが優勝したらいいと思いますけど、まあ、その中でも僕ができたらなと思います、はい、たくさんの期待集めると思います、はい、最後に優勝へ一言お願いします、はい、優勝戦もしっかり盛り上げれるように、精一杯頑張りますので、ぜひ、本庁に来てご声援お願いします。11レース準優勝戦を勝ちました馬場選手にお話を伺いました。ありがとうございました。第11レース準優勝戦の競争成績です。1着1番馬場芳也、2着2番森田俊介、3着3番